はい、それではですね、今日、セット釣りで使用している餌の方を作りたいと思います。まず粒線、こちらをですね、100cc、 まあこの辺は皆さんも使い慣れた配合ですね。まず 100cc でトロスイミ、こちらを 50cc、 そこへ、サナギパワー、まあこの3本立てですね。まずサナギパワー、こちらはですね、まあサナギが大量に入っているということで、まあ収容効果抜群ということで使っています。あとですね、僕結構好きなのは粒子はそんなに荒くない、そして重さもある、まあ、セット釣りにかなり向いてるかなという感じですね。まあ今日は結構団子チックというかネバっぽい餌がいいので、まああえてサナギパワーを使ってます。まあこの代用として窃盗ガンを使ったりもするんですけども、今日はですねサナギパワーを使ってます。まあこちらを 100cc でそこへ水を 200cc を入れます。これが全体になじむようにかき混ぜてしばらく放置します。で、よく聞かれるんですけども、何分ぐらいとかっていう質問結構されるんですけども、自分は時間とかじゃなくて、このボールの中がどうなってるか、これから、水温が下がって気温も下がっていくと何分とかでやってしまうと、例えばまあ今日ロケやってるのは、まあ、9月ですけども、これが1月に作る餌だとまた全然違うもので、そこで今日2分やりますっていうのと1月に2分ですっていうのはかなり違ってしまうので、こう見た目ですね、これ水入れたままの時すぐっていうのはこう揺さぶると餌自体がこうかなり動くんですよ。でこれが吸水したサインっていうのはこれが動かなくなるので、まあその辺をバロメーターとしてやってます。はい、それではですね、ボールを揺らしても動かなくなったので、まあこれがバロメーターですね。まあこういう状態になったら、次の最後の3つを入れます。まずこちらですね、セットアップ、まあ何より今日の肝っていうのはこの餌だと思います。まあこの餌の特徴としては、まあ相反するばらけるのに持つっていうのが最大の特徴ではないかと思います。まあ今日はかなり粘っぽいばらけということで、かなり、ね、粘りを加えても、そこから開くっていうのが、まあ今日の釣りにはかなり合ってると思います。まあこちらをですね、100cc 入れます。そこへですねセット専用ばらけ、こちらも 100cc 入れます。で BB フラッシュ、これも今日の、釣りにかなり役に立っていると思います。かなり練って、今日の感じだとかなり練っていってるような感じなので、まあ練っても、開きが損なわないっていうのと、あとはこうバラケア餌をこう掴んだ時にこう手からに逃げない、バラバラしないっていうのも多分この餌がかなり、性能が出てるんじゃないかなと思います。こちらをですね 100cc です。でですね、まあここから先はどういうかき混ぜ方でもいいと思うんですけど、自分の場合はこの最初に溶いた餌をボールの底だと思って、最初この上だけこう一つの餌にするような感じにして、後から下の餌と合体させる、まあ二段混ぜみたいな感じですね。で下も掘り起こすように、こうトロスイミーが塊があるのでこれをほぐすように下から出してエアを含ませながらかき混ぜます。
まあ、元餌はこれで完成です。今日はですね、どっちかというと、持たせるバラ系の釣りなので、自分は今日これ半分にして、まあ、あえてこう練りを加えて手水打たないでちょっとこう型練りして、まあ、このぐらいのスタートですね、まあ、これでいいんじゃないかなと、まあ、これで持たなければ手水を打ちながらもうちょっと練る感じですね。はい、今日のですね桑線の方ですが、力玉の大粒、こちらの方をですねあらかじめさなぎ粉につけたものを今日は用意しました。今日はですねいろいろ食わせを使わないで、まあ一番簡単にできる感じ、今日はこれ2個つけた感じが非常に良くて、まあ、針を大きくしたりする手もあるんですけども、今日なぜか2個つけるっていうのがとてもいい感じが出てるので、それでやってます。まあ餌のつけ方ですけどもね、あの上から刺しても下から抜いてもいいんですが、自分の場合は下から抜いて今日はですね甘くつけない、とにかくしっかり持つようにつける、そういう場合はちょっとこう丁寧につけてあげる、まあくるくるやってもいいんですけども、こんな感じですね。これで持たなければ もうちょっと手の中で、手もみして餌をつけます。とにかく今日は持つようにつけてます。まあ食わせですが、先ほど言ったように2個付け、まず1つをつけてその後もう1個、こんな感じですね。まあちょっと大きいうどんがついてるような感じですね。こんな感じです。いいんじゃない、ね、今日ほんと不思議なんですけど、あんだけ強い当たりしてて全然バラケに噛んでこないんですよ。っていうのは多分ねバラケがバラケの仕事をしてるわけですよ。本来だったらあんだけ強く当たってたらバラケに噛んできてもいいはずなんですけどね、セットアップが仕事してるんでしょうね。